皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回のテーマは、デコヒーラ付きコヒーラでモールス通信です。今回はその前編予備実験&送信機編です。コヒーラとは、金属表面に高周波が到来すると電気抵抗が激減、電流が流れる現象です。19世紀末から20世紀初頭、まだ真空管も半導体もなかった時代に無線通信機として利用されました。現在ではアルミ箔を丸めたキュート圧電素子を使ったライターで、簡単に実験してみることができ、化学実験としておなじみです。今回は20世紀初頭に存在した技術だけを使ってモールス信号の送受信機を作ってみました。振動モーターによるデコヒーラをつけることで連続して電波を受信できるので、モールス信号をブザー音で聞き取れます。20世紀初頭までの技術にこだわり、LED や電子ブザーを使いません。純粋に電磁式のブザーも現在は入手困難なので、リレーとスピーカーで自作しました。まずは予備実験。コヒーラを作ります。材料を台所から調達。アルミホイルは余計なコーティングのないものが良いでしょう。適当にアルミ球を作る。軽くふわっとした感じが良いようです。電極を作ります。シワシワにして、豆腐容器にテープで留めます。お好みでアルミ球を盛り付け、豆電球と電池をつなぐ。LED でいいのに、あえて豆電球にしましたが、現在では身の回りに豆電球がありません。豆電球が欲しくてAmazonで電気実験キットを調達。豆電球が5個入って1130円なり。電球より電池ボックスが意外に重宝しました。圧電素子で着火するライター。一応反応はしますが、感度がよくありません。アンテナをつけてみます。今一つです。有害電波が出ない改良版ライターなのかも。ライター側もアンテナをつけてみます。100円ライターを分解。ガスは抜いてあります。
電素子から金属カバーとガスパイプ内の導線で先端の放電電極につながっていました。怖しすぎ。圧電素子。導線は一本だけ。もう一方の電極は黒い導電性プラスチックを通してつながる構造でした。アンテナと放電電極をつけました。めっちゃ飛ぶようになりました。最大 1.5 メートルほどまで反応しました。コヒーラの反応は良好なので、装置製作に入ります。送信機の製作。100円ライターでは一発のパルスしか出せないのでモールス信号を送れません。そこで、連続して電波を出せる送信機を作ります。20世紀初頭に存在した技術だけを使うことにこだわって作ってみました。この図はウィキペディアに載っていた当時実用化された装置の回路図です。左側が送信機です。誘導コイルとは、ブザーとトランスを兼ねるような電磁石です。一時側に電流を流すと、ブザーのようにスイッチのてっぺんを引き付けて、オンオフを繰り返します。ブザーは小学校の実験で作ったことがある人も多いと思います。トランスの2次側は巻き数が大きくなっていて、スイッチが切れた瞬間、逆起電力によって高い負電圧が生じます。これによって火花放電が起こり、アンテナから電波が断続的に放出されます。電波は断続的なパルスですが、ブザーの振動数がモールス信号の長短の符号より十分速ければ、長短を聞き分けることができます。これが今回作ったモールス送信機です。いろいろ試行錯誤して、この回路に落ち着きました。昔の回路のようにリレーとトランスが一体になった部品は調達できないので、2回路 C 接点のリレーの一方でブザーを作り、他方でトランスをオンオフします。リレーは秋月電子で調達。1個100円。トランスはアマゾンで調達。1個585円。このトランスは、本来は AC100V から真空管のヒーターの 6.3V を得るためのものです。コイルの巻き数の比が 6.3 対100ということになります。これで放電が起こるかわかりませんでしたが、ほどほどの大きさで比較的安く手に入るのでこれにしました。動作の様子です。矢印が放電電極です。うまく火花放電しています。失敗例や気づいた点を挙げておきます。スイッチ1と2のオンオフは逆にしなければうまくいきません。リレーのコイル側のスイッチ1はノーマリークローズ通常時はオン。トランス側のスイッチ2はノーマリーオープン通常時はオフです。
はじめこのようにスイッチをどちらもノーマリークローズにしましたが、スイッチ2がしっかりオンオフしないようでうまくいきません。その様子です。コンデンサ C1 をつければ、スイッチの振動がゆっくり確実になるのですが、SW を切った瞬間、トランスの負の高電圧がコンデンサーにかかる恐れがあります。リレーのコイルにも逆起電力があるので、コンデンサー C1 はこのように繋いではいけません。こうして、この回路に行き着きました。通常、リレーのコイルには逆方向のダイオードをつけて、誘導電流を逃がしますが、半導体ダイオードは20世紀初頭にはなかったのであえて避けました。コンデンサーを大きな値にすれば、負電圧はほとんど抑えられるはずですが、念のため、電解コンデンサーの耐圧は高いものにした方が良さそうです。保護素子は何もないので、電源は乾電池にしておくのが安全でしょう。なお、ここでは 6V 電源に 5V 用リレーを用いましたが、実験なので問題ありませんでした。放電中にアンテナに触ると、ピリッと感電します。スマホやデジカメに近づけると、画像が乱れます。心臓ペースメーカーを使っている人の近くで実験しないでください。今回はここまで後編受信機編に続きます。後編では、コヒーラと振動モーターによるデコヒーラ、スピーカーをリレーで鳴らすブザーを作り、モールス通信の実験を行います。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。